はい、皆様どうも、マフロです。それではモンスターハンターワールドやっていきましょう。はい、前回ね、学者、次が学者のなんか護衛みたいなもん、クエストあったんですけどね、まあ護衛なんで、まあ取らなくてもいいかなと思ってやっちゃいました。で、結局ボルボロスが出てきてね、まあボルボロスは生放送でもやってますしね、体験版にもあったんで、まあ、うん、無事倒せたということで、でその後に、学者が帰ってこないという新しいクエストが、まあまた敵出てくるでしょうから、これをやっていきましょう。チケット、これチケットって使っていった方がいいのかな。なんか5枚ぐらい、5枚しか持てなさそうだし、なんか毎日もらえてるような気がするんだよな。使ってみっか。沼影、うん、嫌な予感がするけどね。で、今回は、タチに変えてみました。タチも面白そうだったんでね、生放送でやりましたね。タチはまあおそらくタチの方が強いです。笛より、笛はどっちかというとマルチ向きなんだと思われますけどね。まあちょっと両方使いながら様子見してやっていきましょう。装備の調子はどうだ。強化できるかな。足りないんだ。あ、準備できた。出発。ボロボロスの素材でね、アーマーだけ作りました。防御力だけ上げて、とりあえず今後に備えようと思ってね。まあスキルとかが今までやってたシリーズより分かりやすくなってますよね。大抵今までのだと全部シリーズ一つ全部揃えないと。学者さんを探しますよ。何か痕跡はないでしょうか。揃えたりね、調整しないとスキル発動しなかったけど、かなり分かりやすくなってますよね。うんうん、沼方面、またボルボロスなのかな。まあ、もらえるものはもらっといてと。痕跡を探せということなので、まあとりあえず行ってみよう。捕まえれるのかな、あれ。これモンスターを捕まえるんじゃないんですね。あ、じゃあ燃やしちゃった。ごめんごめん違う違う虫とかね、こういう小動物を捕まえるためのネットみたいです。今まで勘違いしてましたけど、いなくなっちゃった。てっきりモンスターを捕獲するんだと思って弱った。捕まえた。アリとウサギ捕まえた。
キラキラ光ってんだぞ。サボテン。生産アイテム。光ってたもんね。火炎草をいっぱい集めたらあれかね。爆弾作れっかな。絶対なんかでかいの出てくるよな。変な痕跡がありますよ。待ってください、シルベムシの反応が。針みたいなもんか。山嵐みたいなのが出てくるんじゃねえだろう。変な音楽が鳴り出す。どういうことだ。そしてシルベムシがいなくなっちゃったぞ。消し持っとこうか。なんかありそうだもん。アロマナ、取れるんだ網で。釣りしなくても取れるのね、魚も。あれは学者さん。でも近くにボルボロスも。またボルボロス？ボルボロスこんなトゲみたいな出さないべ。さあ何が出るんだ。ボルボロスやられてるやん。あいつがやったんだ。見たんだ。ジュラドドスじゃない、あいつがボルボロスを。ジュラドドス。戦ったことない新種か。魚タイプか。
ジュラドドス。新たなターゲットを緊急設定。ジュラドドスを狩猟してください。砂漠を泳ぐやつは戦ったことあるけど、こいつは初めてだな。しまったしまった、撃ってみよう。何もならんぞ。泥撒き散らすのは鬱陶しいな。あれ勝手にひっくり返ってる。今だ。引っかかったふりか。引っかかったじゃない、やられたふりか。この野郎痛い。ちょっと三つ虫、三つ虫相手。やべやべ、死ぬ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 。あーやられた。三つ虫どこ行った。さっきまでいたと思ったんだけどな。やっちまったな。素直に回復薬使っとけばよかった。食事まだ取れないよね。まだだよな。あ、かまど焼きって何。あー焼いて食えるの。尻尾。尻尾焼いてもな。生肉これは食べれるの。あ、焼いといてもらうってことか。食べれるわけじゃないのね。まあとりあえずあいつマーキングしよう。やっちまったな、油断したな。もう虫に気を取られないよ。あ、食事可能になったって。押せよ。もうちょっと早く。そう、この虫がいなかったから。何何これ、焼かれてるの。なんか余計なんか来てるな。余計な魚がいた。ちょっとお前余計な魚を切ろうとしたのに邪魔すんね。邪魔すんのか。わからんな、初めてのやつだから。どんな動きしてんだそれ。よし、一段階上がった。で、もう虫なんだなんだ。ちょっとこいつら邪魔。いて。
素材取ってんの邪魔すんなお前。硬いな意外と。あ、逃げた。もうお前らが邪魔するから。消えやがった。ねえ、ポイントを取って追跡率を上げなくては。打ち消しとっとこ。打ち消しマックスになっちゃった。打ち消しにしとこう。いた。あれ違うな。ボルボロスと戦ってんのか。ボルボロスそんなに何匹もいるの。ちょうどいい。ご集中しとけ。その間に俺が尻尾切ってやる。あれどこ行ったの。ああ、帰る帰る帰るにしびれ食らった。みんなしびれてるギル。もうボロボロ邪魔すんな。なんか草食動物までなんか紛れてないか。ほら邪魔すんなボロボロス。俺はこいつに用があるんだ。勝て。よし、ここ柔らかいぞ。なんか落とし物あったな。落とし物拾っていこう。あれどこ行った落とし物。これか。これボルボロスだよね。あいつ逃げたんだよね。ちょっとお前に用はない。今回はついてきた。すげえ野郎だな。蜂蜜。まだついてきてる。やべやべ。
すげえ。すげえ。ああ、まだ来てた。まだ来てた、こいつ。しつけえな。いらねっつーの、お前は。とがせろ。こっち行けないのかも。しつけえな、ほんとに。回復三つ虫は欲しい。よいしょ、サンキュー。こいつもついに追っ払ってくんねえかな。あ、なんか蹴った。あ、寝てる、こいつ。寝てた。どう集中しとけよ、お前ら。あれ？逃げた。ゴルゴロス逃げた。じゃあちょっと溶かしてね。よいしょ。これで邪魔者はいなくなったで。ああ、泥にはまった。やばい。泥。泥やめれ、もう。よし、赤くなった。あ、また泥。泥うぜえ。まあ泥入ってる。こいつのトゲじゃないよね、そういえば。いや、 やっぱ刀強いよね。笛だとこうも簡単にはいかない。簡単ではなかったけど、一回死んでるから簡単とは言えないが。もっと時間かかると思われる。レベル上げとく。研究レベルが上がる。
あ、終わっちゃった。チケットボーナスでお金がいっぱいもらえたの。一日一回使っても良さそうなのかね、チケットはね。なんか結構もったいないことしてた気がする。使わずに、今まで一回も使ってないから無駄になってたかも。一度揃っているな。これより作戦会議を開始する。皆のおかげで各地で発見された痕跡の調査が順調に進んでいる。学者たちがゾラ・マグダラオスの進行ルートについて詳しい調査を進めた結果、やつは大峡谷を目指していることが判明した。大峡谷、オオアリ塚の荒れ地の向こうに横たわるあの巨大な谷ですね。ここで一つ提案がある。大峡谷でゾラ・マグダラオスの捕獲を決行したい。え？捕獲ですか？幸いなことに大峡谷は奴を捕獲するに最適の地形だ。こんな機会はもう二度とないだろう。今を逃せば次は10年後。いや、次がある確証はないんや。勝算はなければ動けない心臓でもあるまい。答えは一つ。今なら息のいいゴキ団もおるしな。決まりだな。だったらその前に拠点の安全を確実なものにしたい。最近アンジャナフがこの近くをうろつくようになった。これを放置したままじゃ捕獲作戦には望めない。よし、ならばハンターたちの次の緊急任務はアンジャナフの狩猟とする。ついに来たか、あいつ。アンジャナフは邪魔してくれて。十分に準備をしてから挑め。総司令、それなんだけど、僕にいい案があるんだ。君、この後僕のところに来てくれないかな。あとは気になる報告が上がっていたな。調べに行ってくれるか。承知。これよりゾラ・マグダラウスの捕獲を目標とする。おのおの準備を開始しろ。以上、解散。植生研究所の所長さんから話を聞きませんか？聞いてはどこかね。気合が入るよね。特殊装備。飛びかがちってなんだ。じゃあ頼むよ。あ、体験版であったやつだな。身を隠せるのか。なるほど、爆弾とか置くのに良さそうだな。はい。次の任務は飛びかがちの狩猟ですね。場所は古代樹の森か。はい、じゃあ飛びかがち次回ね、やってみましょうかね。はい、それでは今回はここで終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。では、さようなら。